シャルルエティエン・ヌーブラス・スール・ド・ブール・ブールは、フランスのカトリック司祭。メキシコやグワテマラを何度も訪れ、先住民の歴史、言語、民族などを研究した。学者としてはあまり優れていなかったが、ラビナル・アッチという劇を口頭で伝えられて記録し、ポポルブフやディエゴ・デ・ランダの床端事物記を発見した人物として記憶される。シャルルエティエン・ヌーブラス・スール・ド・ブール・ブールは、ノールン。 ブールブールに生まれた。20歳の時にパリに出てジャーナリストとして活動し、小説を出版した。1838年に家族と共にヘントに引っ越した。1845年にローマで主催に上海された。同年カナダに渡り、短期間ケベックで教会誌の教授を務めた後、1846年にボストン教区の司教僧代理に就任した。 その後ヨーロッパに戻り、2年間ローマで、イスパのアメリカに関する文献を探した。1848年に、メキシコに行き、メキシコシティのフランス施設団好きの司祭を務めた。1851年に、パリに戻った。1855年から、グアテマラのベラパスにあるラビナル教区の管理者を1年間、務め、1857年に帰国した。この時に、 キチェ語を学び、ラビナルアチを口頭で伝えられ、ポポルブフを入手した。カクチケル年代記も入手した。1859年から1860年にかけてメキシコのテワンテペクチ教、チアパス及びグアテマラを訪問した。帰国後の1861年にパリチリ学会の会員になり、また民族史教会の機関誌にしばしば投稿した。 1863年に5回目のアメリカ訪問を行った。帰国途中マドリードに立ち寄り、アカデミーの図書館でランダのユカタン端ブ物キの写本を発見した。1864年から翌年にかけて、フランスによるメキシコ探検の一行に加わった。1866年にトロワのコデックスを入手し、1869年から翌年にかけて出版した。 古くから知られるドレスデンコデックス、レオンド・ロニーが発見したパリコデックスに次ぐ第3のマヤ語コデックスだった。グラス・スール・ド・ブール・ブールはマヤ語の知識もあり、また、ランダの書物に出てくる文字がコデックスに出てくることにも気づいていた。しかし、古代マヤ文明が紀元前6000年頃に滅んだアトランティスの生き残りによって作られたという考えに取り付かれており、 マヤ文字をいちいちアトランティスに結びつけて解釈した。当時の他の学者のうち、一部は、ブラッスールド・ブールブールに対する反論を書いたが、全般的には無視された。1874年、ニースで没した。トロアのコデックス・アメリカ先住民の文明に関する、最初の書物は1851年に、メキシコで出版された。パレンケの文明が、フェニキア人によって作られたと主張した。 1857年から1859年にかけてメキシコ、中央アメリカの歴史に関する4巻からなる書物を出版した。1861年、ポポルブフの本文と翻訳を出版したが、すでに1857年にドイツのカール・シェルツァーがスペイン語訳を出版していた。同年テワンティペック地教の旅行記を出版した。1862年には、 キテゴの文法とともに、戯曲、ラビナルアジを出版した。1864年に、ランダ、ユカタンジブツキの小役を出版した。1864年から翌年にかけての調査旅行の報告は1866年に出版された。1868年の著書では、マヤ文明とエジプトやインドなどの旧世界の文明との関連性を論じた。 トロアの文書は2巻からなり、第1巻はコデックスの本文とその翻訳。第2巻はマヤ語の文法、文例、語彙を記す。ありがとうございます。